んの。フラノ頑張ってくれたし、キグレもね、うん、しっかりラインさんの3番で回ってくれたしね。まあ、ワンツーで矢野さんの気持ち応えて、まあ矢野の気持ちもそうなんですけど、キグレの気持ちにも応えないといけないですから、行かれてはもう遅いです。しっかり対応して、キグレ君のことも考えながらの僕の距離だったと思うんで、まあ矢野がレースを作ってくれたおかげで僕も、まあ、レースもできたし、まあ関東の三人平原さんとがっちり決勝のスペック来れてっていうのが、まああのまあメンバーというよりも準優の僕らの前の2個レースはバッテバックで決まってましたから、なんとなくちょっとプレッシャー感はありましたね。矢野君が一番あったと思うんです。確かに、まあ、近畿勢が見せた分、はい、まあ、あの矢野君気持ち一つであのレースは変わりますから、あのしっかり自分矢野の特徴を生かしたレースをしてくれたので、あの感謝ですね。本当もう全力で見せてくれたという感じしますね。はい、まあ、さらに、ね、やっぱこれからも矢野君も強くなってくるので、はい、もっともっと高いステージで、一緒に走りたいですね。僕もまた乗れるように努力するし、はい、決勝は並びゆっくり話されてから、そうですね、今終わってばっかりですから、はい、話をして、はい、決めたいと思います。また3人でいい連携、そうですね、はい、期待します。はい、ありがとうございます。